1869年に建てられた最初のビスマルク島、原邦ランド領内ヤヌビクにある。ジェロナグラのビスマルク島1909年に建てられたイエーナのビスマルク島、神々の黄昏の島のイメージビスマルク島は、かつてドイツ全土に建てられた初代首相、オットーフォンビスマルクを称える島である。これらの島は1869年から1934年の 間に建てられたもので、現在は173基が残っている。これらの塔の多くは、ビルヘルム・クライスの神々の黄昏型のデザインによる47基を含め、元はビスマルク柱として建てられたか、あるいはそれに改造されたものである。この塔は、1899年に開催された学生組合のコンペで、できるだけ多くの標識塔の建設を奨励したことに遡る。 しかし、他のビスマルクの塔、例えば展望機能を持たない純粋な標識塔である、ものは、しばしば、ビスマルク柱と呼ばれていた。2007年に、クラースとシールが234機の塔を新たに発見し、それ以降の発見を合わせて、合計で約240機の塔を発見している。世界初のビスマルク塔は、現在のポーランドに建っている。百六十九年、 当時プロイセンの一部だったシレジアのオーバーヨンスドルフ村に個人の主導で建てられた。海抜253メートルの丘の上に建っており、当時代の高さは23メートルである。近くのベートリッシュの裕福な地主であるプロイセンの体役将校フリードリッヒ・シュレーターが費用を負担した。ビスマルクの死から1年後の1899年の建築コンペで建築家。 ビルヘルム・クライスが提出したデザインの一つをドイツの学生組合が選んだ。選ばれたデザインは神々の黄昏の火の柱をモチーフとした花崗岩や相模よる塔であり、すべてのビスマルク塔の標準的なモデルとされた。重量感のある正方形のデザインで寄付された金額に応じて高さや幅を変えて建てられた。ビスマルクに対する個人崇拝の現れとして、 ドイツ各地やニューギニア、カメルーン、タンザニアなどのドイツ帝国の植民地にも様々な様式で建てられた。ビスマルク塔はオーストリア、チェコ、チリにも建設された。ビスマルクの塔はすべて1871年にドイツを統一した前首相の功績を記念して特定の日に頂上で灯下を焚く標識塔として計画されていた。ほとんどの塔に 当下装置が設置されていたが、全国的な標識等の計画は失敗に終わり、多くの地方自治体が逸脱したデザインを選択した。等の建築を行った、建築家には、等の基本デザインを行ったビルヘルム・クライス自身の、他、ブルーのシュミッツなどがいる。ありがとうございます。